富士チャンネル。はい、じゃーんって、じゃーん、じゃん。こんな感じで、で、バッシーが辛いカップラーメンを食べ比べてみようっていうことで、とりあえず売ってた辛いカップラーメンを兼ね揃えてみました。なので今から作って食べたいと思います。はい、マシ、お湯入れるよ。お湯。お湯。あれ、これ開けんの？はい、これ好きね。開けて。これどうなんだろう。どうなんだろう。これが絶対多分ね。まあ、これはさ、うん、ほら、そんなにみんな食べたことあるじゃん。こっち？これ激辛って書いてあるよ。ほら。はい。激辛。はい。見た目的にはこれが一番辛い。食べないと。これ食べる？これ食べれる？食べれるかな、こいちゃん。ちゃんもうね、ご飯めっちゃ食べたからね。こんちゃん、今日すごい食べたよね。お湯を入れてもらおう。お湯を入れましょう。はい、こんちゃん持ってきて、こっち。こんちゃん、はい。辛いよ。どうせーだ。はい。じゃあ、この、やばい。それはね、マジでね、絶対美味しい。私、カップラーメンじゃないけど、何？あの、なんていうの？袋麺？袋麺。めっちゃ好きだもん、これ。これ辛そう。見た目はね。これどうだ。ガーやばい。引かれとる。ニニ痛いって。ニニ痛いってよ。危ない。ニニ痛いよ、コハちゃん。はい。そしてバッシーがカップラーメンのお供に。ご飯と唐揚げを買ってきてくれて、これを一緒に食べるらしい。バッシーはね、マジで麺と米一緒に食べるからね。私はね、もうね、子供たちとご飯食べたからそんなにお腹空いてないんだけど、すごいいっぱいいっぱい買ってきてくれた。ねえ、どういう状態よ。ねえ、どういう状態なの。見て見て、もうこれ折ったからね。もう誰か3分。ちょい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 、それそれ、わあ。ねえねえねえ。どういうこと。ああああ、すごい匂い。つい食べれないよ絶対。辛そう。なかなかな、なかなかな感じよ。美味しく食べれる、多分辛さのやつだと思う。美味しく食べれる。うん。美味しく食べれる。うん。辛さのはず。そうだね。開けます。え？足？あ、パスタ。大丈夫、強い。どこ？どこ？ここ？痛いの痛いの。クックに飛んでけ！ねえ、シイタケ食べた。クックに飛んでたんじゃない？クック痛いんじゃない？痛くないの？痛いの痛いの、飛んで消したよ。痛くない。痛くない？ねえ、ど本当に本当にさ。やばいよね。まあ、でもさ、これを上回ってスイはやばかったから、私はまあ何とも思わないよ。私は全然もうね。こんな。いやいや、セイもっとすごかったから。ママには免疫注文がついてんのよ。ちょっとやちょっとじゃへこたれないわ。やばい。3分経ってるって。Yeah!
やかです。さあさあさあ、どれからいきますよ。ヘズ混ぜよう。よし、食べるよ。甘口も。まずは、これ絶対美味しいんだよ。じゃあこの担々麺から。美味しいよ。これやばいよ、結構なんか伸びてる。じゃあ私、担々麺、ニュー担々麺。担々麺だからちょっとごまっぽいんだよね。そう、私この食った、食ったほうが食った、とても辛い、しびれ系だね、しびれ系、辛くはないけど、まあ、でもごま感もない。全然違う。食ったやっぱり山椒っぽい。ちょっと面白いこの食べ比べ。どれどれどれ。食べやすいけど、辛い。この辛い激辛。ねえ、何してんの。え、スタンプ押すのめんどくさくしてんの。絶対めんどくさいじゃん。ねえ、そのままのこと。そのまま。イエーイ。嫌な感じ。今のいいの。やばいよ。本当にやめて。ねえ、芯スープない。もうなくなったわ。辛い。一瞬。一瞬とか超やだ。一瞬は切る。逆に。ギャー。でもここ座ってたよ。いや、そうだよ。ここ座ってフォートナイトのさ、なんか実況してね、みんなやってるのかな。映りたいんだったら、ほら。芯。芯。芯ラーメン。でもやっぱ食ったが一番辛いな。辛ラーメンが全然辛くない。逆に絶対辛くないよ。辛ラーメンもっと辛いイメージだったんだけど、一個ずつ全然やっぱ味違うんだよ。味が全然違う。辛い、なんかどれが好きかどうかも分かんないけど、ピリッと感っていうか辛さは一緒。それも全部一緒だった。おかしくなってる、うん、なんか今振り返ってどれがって言われると、辛い。振り返ってどれがって言われるとちょっと覚えてなくない。全部なんか似た感じで。せいか見切ろね。ね、真似してるよ。真似してるよ。いやじゃあなんかさ、ほら、けん玉見せてるよ。なんか出るならなんかさやってよ。編集者の嫌がらせみたいなことしてない。ゴーパイだ。本当だよ。ゴーパイだ。いいよ。出てるじゃん。上手。あ、もうじゃあがっつり引くか。もっともし取れたよ。
乗っかったらだって。ニーニー頑張れって。ありがとうって。どうも。もちもち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 。100均のやつやりすぎて折れちゃった。すごい。それで、そう、あまりにもいっぱいやるから、ちょっとだけ値上げしたの。いくよ。会社見てて。足使えばいいで。足使ってない。え、やば。舐めんなよ、4級を。やばい、やばい、やばい、やばい。俺のね。何もわからない動画。ただ一個一個全然どれも味は違くて、辛さは基本一緒だったけど、普段こうやって食べ比べはしないから全部違うんだなって思った。苦しい、苦しいね。マジこの動画何なんだろう。コアさんがずっと食べられてて唐揚げ食べてるし。おいしい、おいしいか。はい、ということで、これは一体何の動画だったのかっていう感じなんですけど、辛いカップラーメンを5個ね、5種類食べて味比べをしてみました。どれも辛さは一緒で、一個一個の味はもう全部違うみたいな感じだったので、本当に好みだなっていう感じかな。もうズバ抜けてどれがとか、ズバ抜けてどれが辛いとか、そういう美味しいとか、そういうのはなく、本当好みで分かれ。美味しいのはなく。もうズバ抜けてこれだけが美味しいとかさ、ズバ抜けてこれだけが辛いとか、そういうんじゃなくて、なんかどれも平等に美味しく、どれも平等に辛かったっていう感じでした。ちゃんちゃん。ちゃんちゃん。やばい。この締め方や、このグダグダな動画の締め方。いや、とりあえずもう何がって、お腹がいっぱい。お腹がいっぱいになったのと、この動画の編集は誰がやるのっていう不安が残って。ママ。はい、終わりを迎えました。ママ。お
俺にしたんでお世話もらおしてみよう。いや多分さ、辛いラーメンってもっとね、いっぱい種類があると思うので、まあ、この動画がこんなダラダラのこんなしょうもない動画が好評であれば、またね、違う感じの食べ比べみたいなやつもね、やってみようかなと思います。はい、ということでスタンプ押せるかな。押せるわ、押せるわ。でもさ、押しきれない。でもちょっとだけ残るかもしれない。ちょっとだけ残る。もう超やだ。誰の子よ、もう親の顔が見てみたい。もうこっちに出しておいても親の顔。こちらです。はい、ということで、この動画が良かったなって思ったら、ぜひ、ね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。いや、本当に本当この動画どうなるんだろう、不安しかないけど。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こんにちは、上手。こんにちは、ニニより全然上手。もう上手。バイバーイ。なんか元気の子。